皆さんこんにちは、アトリエリブラの高橋拓子です。本日は物語の7ということで、私が目指した教室の姿ということについてお話をしたいと思います。パン教室といえば通常パンを教えるところ、それ当たり前だと思いますね。で、私の場合はですね、人がやってないことをやるのが好きだったんです。昔からないものを作るっていうものが好きで、だから今非常識な、飛ぶ常識ですよ、非常識な、料理教室を作るプランナーとして名乗っているわけなんですね。ですので、当時目指した教室の姿っていうのは単なるパン教室じゃ面白くないなっていうふうに思いましたので、パンと写真っていう講座を持とうって思ったのもそのきっかけです。写真もずっとやってましたので、こういったマニュアルもやりますけれども、当然そのデジタルの方もやっていて、ある時生徒さんに写真がうまく撮れない、美味しそうなパンが美味しそうに撮れないっていう時にちょこちょこっとアドバイスして、写真が劇的に変わったので、ご本人が喜ばれて、あ、そういうのも教えするのもいいのかなと思ったので、パンの方と写真をくっつけて講座を作ったり、あとはパンも天然工房とかはあちこち私回ってましたので、そこで得た知識がもともとありました。で、そちらを一緒くたに習えると生徒さんも何箇所にも行かなくて楽かもしれないということで作ったクラスが7つの天然工房クラス。その後作ったクラスっていうのが、低糖パンですね。こちらも要望に合わせて作ってます。なるべく他がやってないもので、私ができるものは何なんだろうというところと、あと求められるものは何なんだろうというところを考えてやることにしました。ですからアトリエリブラのアトリエっていうのは工房っていう意味なんですけれども、パンだけではなくていろんなものを変容して変貌してやっていく可能性があるなっていうふうに思ったので、アトリエっていう名前にしておきました。どちらかというと写真もアトリエの領域ですよね。あとは電子書籍、違うブランド名でやってますけれども、電子書籍もアトリエっていう領域になってきますので、そういった部分、実際にちょっと企画倒れで教えてはいないんですけどね、インテリアコーディネートとか、あとテーブルコーディネーター の資格も持ってましたので、そちらをこう教えていくのとパンと組み合わせてもありなのかとか、実はそんなこともちょっと考えてたりしました。ですので、目指した教室の姿というのを分かりやすく言うと、他にはない教室ですね。だから他にあって、他ができるところは他に行ってもらって大丈夫って思ってました。私にしか教えられないものを私が教えようっていうふうに思って作ってましたので、それはパン教室もこの開業講座に関しても一緒です。私のスキルが必要で、私にしか教えられないものを役に立つと思ってくれる人のために提供したいっていうのは変わらないので、そこは一緒だなって今でも思ってます。で、その理想の教室を作る部分と、あとは、実際に自分の教室を動かしていくっていうのはまたこれ別の問題なので、その前に私は一体何をしたのかっていうお話をしていきたいと思います。